父は先生です。お父さんはどこ父は外出している。これは父さんのです。母は父より年上です。父はタバコをやめた。僕は父に会いたい。 お父さん、何してるの父さん、何をしてたのお父さんにもらったの。父はビジネスマンです。父は何も言わなかった。父が本を買ってくれた。 お父さんによろしくね。母は父より二つ下です。父は鼻に水をやっている。父が会いたがっています。お父さんにそっくりだね。父を見かけませんでしたか お父さんは今どこにいるのお父さん何をしているのうちのお父さん見なかったお父さんが本をくれたんだ父は新しい車を買いました父は中国へ行ってしまった お父さんになりたいですか私は父に花をあげました。どちらの車がお父さんのですか父はヘビースモーカーなんです。お父さんから本をもらったんだ。 父さんが新しい車を買ったんだ父は新聞にざっと目を通したこの間父が書いた本を見つけたトムのお父は花木を買いに行きました。 お父さんは母さんより二つ下なんだ。こないだ父が書いた本を見つけた。あなたのお父さんはどこにいますかあなたのお父さんはおいくつですかトムのお父さんはカナダ人なんだよ。 お父さんとキャッチボールをしたよ。お父さんとお母さんによろしくね父は花毛を買いに出かけました父さんの車はすごくかっこいいんだうちのお父さん はげてきちゃったんだ父はポストカードを買いに行きましたお父さんの前では何も言えなかったんだお父さんみたいにパイロットになりたい。 父にコンピューターネームをもらいました。うわ、父ちゃんと母ちゃんがチューしてるよ。父はゴルフをやるにはやるが、うまくはない。あんた、30年前のお父さんにそっくりだよ。 あなたのお父さんはもういらっしゃいましたかお父さんがキャンプに行こうって言い出したんだ。あなたのそういうところ、お父さんにそっくりね。お父さん、トムがお父さんのパソコンをいじってるよ。